今年の11月に3年ぶりに開催される第10回神戸マラソンに参加するランナーを応援しようと、神戸市の小学生が今日絵手紙作りに挑戦しました。神戸市立間野小学校では今日神戸マラソンのテーマである感謝と友情を県内外のランナーに伝えようと、6年生15人が絵手紙作りに挑戦しました。小学校での絵手紙作りは2015年の第5回大会から毎年実施されていて、児童たちは講師のアドバイスを受けながらマラソンシューズの絵を描いたり応援メッセージを書いていました。すごく楽しくて、線とか引くのはなんか色の濃さとかは難しかったけど、自分の最高の作品ができたから良かったです。ランナーの人にも頑張ってもらいたいなと思って描きました。最後まで全力で走れるようにゴールしてください。児童たちが描いた絵手紙は今後市内の小学生たちが応援のメッセージを記入し、大会に参加するおよそ2万人のランナーに配られる予定です。